いや本当の神秘的位置っていうのは人間にはできないんだろうかっていうと本当に宗教的な人はできるかもしれませんが孔子はある時ですねこういう経験を持ちました孔子はある時ショーという音楽を聴いたんですねこのショーという音楽を聴いてそれで このショーとかとかかっ,っていう天礼,礼の音楽ブっていう天礼の音楽いろいろありましてこれはちょうどあのカトリックの天礼にですね現代風の天礼音楽もありますけどまあ中世紀にできたグレゴリアンの天礼っていうのがありましてそのグレゴリアンの天礼っていうようなそういう名前があるんですそれぞれ。あの ですからローマ天礼のグレゴリアンの天礼っていうようなものがあったりあるいはルーテルが作った賛美歌による天礼もありますからいろんなその音楽がありますね仏教でも照明っていうのもあればそれなくてあの木魚だけのような音楽もありますかだからそれで章っていうのはだから例としてはグレゴリアンのような名前だと覚えてください。そううするとのの音楽っていうのは 一つだけじゃなくてその天礼に使われるいくつかの歌や器楽があって今は伝わっておりませんもう分かりませんがしかしシの音楽を「あの,西の国で」でその音楽を弾く天礼があったんですね。それでも典天から離れて音楽だけとして聴いたらしいんですがそれを聴いた時講師はですねあの3月。 肉の味を知らずっってていう風になっている三月の間3ヶ月の間肉の味を知らずっていうことはあの味覚っていうのは一番あの敏感な感覚で人を見することになっているんですね中国料理が美味しいのもそのためかもしれませんがそれで 3, 月3ヶ月の間肉の味が分からなかったっていうことはあの 拙い言い方かもしれませんけれども3ヶ月の間一切の感覚的なものを忘れてしまったということで感覚世界を超越した期間が長かったっていうので実際は3ヶ月じゃなくて23時間でもいいかもしれませんけどとにかく感覚世界を超越してしまったですね。そして孔子はその後で言った「墓ざりき学の学のごときに至ると」。 考えたこともなかった音楽がこんな高いところに自分を導いていくとはとこういうことを言っております論語の中でそれで講師は後でですねその後で「武の音楽は美を尽くせい」「武の音楽は美の究極に達しているしかしまた善に至らず」っていうんですね善までは言っていない。 しかし「章」という音楽は「美を尽くし善を尽くす」孔子は善の方が美よりも上だというふうに考えていましたのでそこがプラトンと違うんですね。プラトンはどうも美の方が上のように置いているように思いますそれでも一般的にはプラトンも善が最高のイデアとしています。だからそれはどっちでもいいんですが要するに「武」という音楽は孔子のところでは「美を尽くしているがまだ善にはいっていない」。ししかしショという音楽は 自分はそれを聞いたら三月感覚世界を超越していたんだが結局あの音楽は美を尽くしさらに善を尽くす善のところまで行っているとこういうふうに言っていますそれでその後これができました。楽っていううののは今こすする音楽の楽ですだから詩において起こり霊に立ち楽になる。 なるるうのは超越が完成することですねこの行為の次元の天霊の次元での超越をさらに超えて音楽において人間の自由解放というか人間精神の自由解放は完全になる。だから音楽において私どもの今の言葉を使えば神秘的超越が完成したとこういうことでしょうね。 それででも孔子は学者ですからいろいろ考えてなぜだろうと考えるんですね。考えるんですね。それで孔子はあの音楽を聴いてですねその音楽でそのこんなに超越をしたんだとすると音楽っていうものは何なんだろうって。 次のような言葉を言います楽といい楽というもって音楽の楽といい楽というもっていうのは何遍も音楽だ音楽だと言っても証拠を言わんや証拠っていうのは金と太鼓ですつまり楽器のことです音楽だ音楽だと言ってもそれは楽器のことだろうかそうではないって言うんですね証拠を言わんやつまりどういうことかっていうと音楽音楽って言うけれどもそれは 楽器の問題ではないんだということですね。もっと内面的なことなのではないだろうか。孔子はあの考えるんです。それで孔子はですね、音楽に非常に音楽を非常に勉強して、実は来期っていう書物、礼期っていう礼儀の例に記録の記を書きます。来期っていう書物は今でも孔子の大事な本として伝わって ておりますが、その来期の18節十八章これは音楽論なんですが、それはあの楽器というんですが楽の器ですね音楽論なんですが、それは孔子の直筆ではないかという今でも言われていますね。もう今の学者は何でも古いものみんなダメだダメだと言ってるんですが、ほとんどの人がまだ楽器は孔子の著書ではないっていうことを。 全面的に全部が認めてるわけではなくて、いまだにその伝統が残ってるぐらいに、孔子が音楽を大事にしたということになっています。そして、音楽を理論的に考えようと思った孔子はですね、炉の大使に楽を語りて曰くっていうのは、炉の、炉っいう国、あの、孔子の来国ですが、 学士長にですね音楽っていうのはロの大使っていうのは音楽のあのコンサートマスターじゃない本当の先生ですカペルマイスターのような人にですね「ロの大使に学を語りて曰く」「学はそれ知るべきのみ」っていうんで「学っていうのは知識の対象だ」っていうんですよ「音楽は知識の対象」「初めて起こすに救助たり」 「初めて起こすに救助たり」っていうのを「救」っていう字はですねこれはまあ難しい字ですね書くのは優しいんですけど見たことない方が多いでしょう「救助たり」「救助たり」「初め起こすに救助たり続けて順序たり」って言った,だったと思うんですねそれから「救助たりこれを話して順序たり共助たり」 教授それから液女たりとこう言ってそしてもって鳴るとそれで成功するっていうんです音楽は知識の対象だとそして精神の営みであるとそれで最初初め起こすに救助たりっていうのはよく調子を整え合わせて鳴らし始めこういうふうにして音楽を放てば純粋に流れるってうんです。 順序たりまではではすねある意味でこのメロディーのことを言ってるんでしょうね。そして共、えー、助たり液助たりっていうのはどういうことかっていうと分節を明瞭にすることが共助続くべきところが続いたりすることを液助って言います。液助は論理的にこう順序が続いていてる ですから今の言葉に直せばつの最初の2つはメロディーに関係しあとの2つはリズムに関係すると言ってもいいですね。でメロディーとリズムっていうのはこれはあのおメロディーはですね空間的な秩序ですね空間で出てくるそれからリズムっていうのは時間的な秩序ですからこれが空間的な 秩序を表すメロディーでこっちが時間的な要素をなをすリズムになっているそれで音楽をに乗るっていうことはこのメロディーに乗ってリズムに乗ること自分の中の精神がリズムとメロディーを一つにして浮遊することですから。 それでなるっていうのは何がなるかっていうとそれで「恍惚」っていうのはもうぼんやりして老人がですねそのぼんやりしてうっとりしていることを「恍惚」というようになったんで哲学者っていうとだんだん避けるようになりました。これはあの「恍惚」が理想だなんていうとですね <laughs> だんだんあなたは恍惚に近いんじゃないかってうう言われるようなことにそれでいろんなことあります。あの 流行り言葉のために哲学が名前変えていくっていう例えばどういうことかというとですねあのニーチェの「超人」というのがありますニーチェの「超人」これはですねドイツ語で言う場面ュってそれでみんなその「超人」にならなければならないってニーチェは言うんですよねでも「超人」にはほっといてただ なるかというと、それなくて、自分自身が。人間としての自己を超越するぐらいに。苦行をしなければならないんですね。ニーチェっていうと、何かこう。勝手なことをしてるような。思い人ていますけど、そうじゃなくて、非常に。なんていうか、自律的なね。あの、内的な。訓練を主張する人ですから。自己を超えるいう。そのいう場面、それで。これ、いう場っていうのは。その上に。っていうので。あの。 アメリカではね、スーパーマンって言ってて言たのスーパーマンスーパーパマン、ニーチェのスーパーマンそしたらですね19656年から大学でスーパーマンって言うと学生がクスクス笑い出す <laughs> 何かって言ったらもう5 6 0年代からあのテレビジョンでですね「スーパーマン正義の味方」ってアメリカにも行って。 それれでででななんんんかこんなことして出て出くるんですね <laughs> それでその年齢の人が大学生になったんで先生がしかめつららしい顔して「ニーチェのスーパーマンとか英語で言い出すとみんなクスクスク,クスク笑い出すんでそれで私の友達のジャニー・バッティモっていうのがあのイタリアの学者ですがこれがあのまたニーチェの研究家でコロンビア大学で「スーパーマン」って言い出したら学生がやっぱり笑うんでどうして笑うんだっていうことになってだんだん 先生方の知らないテレビジョンの世界を子どもが見てそれでですね今アメリカでは「オーバーマン」ということに変えたんです。<laughs> 本当の話なんですスーパーマンってうと学生が笑うけどオーバーマンってうと初めて聞くんでしょう聞いてそれと同じようなことがまあいろんなところで起きますね。それでで、まあ、ととににかくくこう骨ではなくて,こう言うっていうことに しておりますこの頃はしておりますっていうか私はこの「こういう」って言葉を使い出したんですそしたらそれまで「こうこって施設とかみんなこういうにしてこの方が何かこう浮遊して、えー、神秘的な世界をうっとりと言ってるようでよろしいって言うんでそうなりましたがまあ「こうこっていうのは昔の言葉ですね。私はそれでこうこっっってて言葉を使わなくなくたらこつって言う 忘れてしまいましたがなんかこうたちまちっていうような字を書いておりましたねこっち側に、えー、たちまちになくなるんじゃなくてずっと続くんでこういうのがいいかと思いますそれで音楽はこのようにして時間と空間をですねつまり旋律とリズムと自己の中に統合して超えていくっていうことがありますから音楽を聴くと時間空間を 自分の中に入れてしまう。つまり自分が時間空間の外に出てしまうということになると、こう考えることもできる。だから世界を自己のうちに抱抱内包するっていう形で世界を超越するということになるでしょう。だからあのその結果音楽を聴いてるうちに世界の外にさまよいでる可能性はある。でおそらく 芸術の中でいろいろな時にその音楽性っていうことが語られるとこの世ならぬこのいうの世界を言うことがあります詩でも音楽的な詩だとか絵画でも音楽的な絵だとかいろんな言い方をして音楽がその意味ではあの超越の最高度に達するものではないかっていうのが、えー、この孔子の考えです。